どうもこんにちは、ワンワンルビードクです。これを見ている皆さんの中にも、音楽が大好きで自分で作曲をしてみたいという気持ちがある人は多いのではないでしょうか。世界中にね、音楽が嫌いな人なんてほとんどいないはずなので、自分で曲を作るっていうのは誰もが持つ夢だと思っています。ところが自分は楽器をやったことがないから難しいんじゃないかとか、ピアノは習っていたけど音楽理論はなんかよくわからんし、自分の曲を人に見せるのは恥ずかしいなとかの理由で、なかなか挑戦しがたいイメージがあることも確かだと思います。ですが、時代は2018年も終わりし頃、今やパソコンさえあれば誰でも手軽に、本格的な音楽が作れてしまいます。デスクトップミュージック DTM、 パソコンの中に入っているいろんな楽器の音を鳴らして、たとえたった一人だとしても自分の好きなように大演奏をすることができます。この動画で使うのは、そう、かの有名な無料ソフト、スタジオオネではなくてスタジオオネでもなくてスタジオワンですね。ワンワン言うてね、犬らしさもアピールしたところで、今日の勉強を始めていきたいと思います。さあ、まずはいつも通り、どうやってパソコンにスタジオ1を入れるのかなという話はすっ飛ばしまして、いきなり曲作りの話からしていこうと思います。簡単な作曲方法としたらね、ふんみたいな感じで鼻歌を歌って作る方法が思いつきますよね。でも実はこれって意外とプロの技だったりするんですよね。メロディーは簡単に作れるんですけど、なかなか納得のいく演奏が後からつけられないってことが多くて、少しだけ慣れが必要なんですよね。というわけで、ここからは初心者のためのすごく型にはまった作曲方法ということで、賛否はあるかと思いますが、すごく大雑把に音楽の作り方を説明していこうと思います。もうすでに詳しい方とか、型にはまりたくないんだという人は、もしかするとこの動画はちょっとなーみたいな感じになっちゃうかもしれませんが、初心者の方もね、全部は信じずに、大体こんな感じだよというふうに見てくれると助かります。では行きましょう。まずメジャーコードという大変便利な考え方があります。 A から G まで7つあってですね、その横に大文字の M とか小文字の M とか、こんなのがついている、こんな人たちです。 Am とか G メジャーっていう呼び方をします。これの何が便利かっていうと、このコードたちを並べていくだけで、あっという間に曲の流れができてしまうところなんですね。しばらくの間はですね、ちょっとメモの取りやすさとか、初めて聞いた人にも分かりやすくするために、それぞれの曜日を当てはめて読んでいこうと思います。こんなことをしているのは自分だけだと思いますけども、 Am、Bm、Fb、C メジャーとかって読んでいくよりは、土日月火水木金の方が喋りやすいというのもありますよね。これを並べていくと曲ができるわけです。木月金土みたいな感じですね。並べ方は自由なんですけども、少しコツがあって、例えば火曜から木曜とか、水から月とか、ここに書いてある曲の流れは聴いている人に少し違和感を与えることが多いらしいです。まあ、ただこんな音楽は作ってはいけないみたいな、そんなルールはもちろんないので、ダメというわけではないです。聴いている人にとってあれって思う部分が逆にこう印象に残ったりもしますし、最近の有名な J-POP なんかでもこの流れは結構出てくるみたいですね。それともう一つ、さっきのはあまりしない方がいいことでしたけども、今度は、した方がいいよということで、曲の始めと終わりは月、それか、土曜日にした方が自然な流れになるらしいです。初めて作曲する人はぜひ参考にしてみてください。ちなみに日本の曲でよく出てくる流れはこんな名前で呼ばれています。コード進行とかって調べたらね、もっといろんな例が出てくるかと思います。ではいよいよ自分も実際に作っていこうと思います。まずは月火水木金をね、土日を、並べてどっかにメモをしましょう。せーの、はい、並べ終わりました。ルビドッグさんの曲にはね、あまり興味ないと思いますので、最初の部分だけを使って説明していきます。さあ、そうしましたらお待たせしました。いよいよ最初に言っていたスタジオ1の登場です。ででーん、こちらがスタジオ1の画面になります。いやー、黒くてかっこいい。仕組みもね、とってもわかりやすくて、上の方に数字が 1,2,3 って書いてあって、ここにさっき並べたコードを当てはめていきます。さらに
画面をよく見るとちょっと動画では見えにくいかもしれないんですけども、白い横長の線が、縦にたくさん並んでいます。これは下から順番に ABCDEFG が繰り返して並んでいて、やってみるとですね、ところどころにここが C だよと目印がついているのがわかるかと思います。手順の2番はここに音を打ち込んでみましょう。ここにそれぞれの基本の音がまとめてあります。例えば月曜日だったら CEG の3つの基本の音があるよというのがこの表からわかると思います。画面を戻って曜日ごとに基本の音のところですね、適当にクリックしていけば、青い色がついて音を打ち込むことができます。自分もこんな感じでざっと打ち込んでみました。本当にただねやってみただけなので、ルビドッグさん自身もまだどんな曲になるのか不安なままやっております。音楽を鳴らしてみる前に、これから作る曲の速さを確かめましょう。後からいくらでも変えることができるので適当で大丈夫ですけども、普通の曲はだいたい80から100の速さなので、これくらいが目安になるかなと思います。曲の速さは画面の下の方に数字とテンポとカタカナで書いてあるところがあると思うので、そこを押せば変えることができます。さあ、それでは一旦ここで今どんな感じなのか聞いてみましょう。下の真ん中の方に再生ボタンがあります。いきますよ。はい、今何回か繰り返して流してみたんですけど、一応それっぽくはなくはないなといった感じでしょうか。BGM だからね、まあヘンテコリンでも大丈夫だよと自分を励ましながら、ここからどんどん良くしていきたいと思います。私事でちょっとした自慢なんですけども、最近嬉しいことがあって新しいパソコンを買いました。ずっとバイトでこのためにお金を貯めていたのが、ついに初めての Mac デビューすることができました。イエイ。有名なのでね、ご存知の方が多いとは思うんですけども、この Mac mini ってやつには、画面とかはついてなくて、自分で別に買わなきゃダメなね、小さな箱みたいなパソコンですね。お金がなかったっていうよりは、ずっと新しいものが出なくて待ってたって感じですね。この度ついに Apple が4年ぶりでしたっけ、まあ、出したのですぐ買いましたね。 Mac の中では一番安くて9万円ほどから売っているので、まあ、興味がある方はまあ高いんですけどね、お店とかネットで見てみてください。 RubyDog さんは Windows も Mac もどっちも使うので、動画では Mac じゃないとできないってことはほとんど出てこない予定です。新しいものを買ってね、新しいことに挑戦するっていうのは、いやー、ワクワクしますね。頑張っていきます。続きをやっていきます。新しい楽器を追加してみましょう。スタジオ1をパソコンに入れたばかりだと、人によってはまだ楽器が一つもないよってことがあるかもしれません。その時は左上のスタジオ1というところから、スタジオ1のインストールというところを選ぶと、こんな画面が出てくると思うので、インストゥルメントというところにチェックをして、緑色のインストールボタンを押しましょう。インストゥルメントは日本語で楽器という意味なので、英単語を知ってる人には覚えやすいですよね。なんかインストールとインストゥルメントって似てますよね。あれ、インストゥルメント、いや多分インストゥルメントであってたと思う。これを一回やっておくと、スタジオ1の画面の右側にですね、いろんな楽器が準備されます。どんな楽器があるか知りたいときは、このインストゥルメントまあどっちでもいいか、インストゥルメントというところを押して、P から始まるこの A 単語2つを押して、まあ、これはスタジオ1を作っている会社の名前とかなので気にせずに、その下のアーティストインストゥルメントというところを押すと楽器が出てきます。こんな風にベースとかドラムとか有名な楽器から、バイオリンとかシンセサイザーもあって、どんな種類の音楽でも作れるようになっています。例えば
このピアノ系の楽器がまとめられているこのキーボードというところを選ぶと、さらにいろんな種類が出てきて、どんなピアノがいいですかと聞かれます。うわーやばいな、これ高級な楽器とかも全部一個ずつ録音して自由に使えるようにしたやつを、それを無料で配ってるっていうことですよね。作った人本当に神ってますよね、これ。ありがたやー。ありがたやー。せっかくなので、グランドピアノ行きましょうか。ね、贅沢に使っていきましょう。グランドピアノなんて学生には絶対買えないですよね。ましてや、アパートで弾いたら壁ドンじゃ済まないですよね。こうやって使いたい楽器をつまんで、左まで持っていくと、なんかすごい難しそうな画面が出てきますけども、今はこれはあんまり関係ないので、すぐ閉じちゃって大丈夫です。ちなみにこの下の鍵盤のところをクリックすると音を鳴らしてみることもできます。真ん中のスペースをカチカチとダブルクリックすると最初に説明したのと同じ画面が出てきます。ここにまたグランドピアノの音を打ち込んでいきます。また同じように基本の音の表を見ながらやるといいですけど、まあここら辺は好みで自分の感覚だけで作っていってもまあいいかなっていう感じですかね。はい、ピアノを打ち終わりました。今こんな感じです。まあ、今日はこれ以上新しいことはやらないので、ここからまた好きな楽器を付け足したりしていけばいいんですけども、リズム楽器とベース音は必ずあった方がいいかなと思います。リズム楽器っていうのは、ドラムみたいなやつで、ベース音っていうのは結構低めの音のことですね。まあ、普段音楽聴くときはあんまり意識しないかもしれないですけども、実は結構低い音っていうのが大事でですね、これがあるかないかで、音のスカスカ感っていうんですかね、が変わってくるって言われています。まあ、ルビードッグさんも素人ながらにその通りだと思うんですけども、とはいえどっちも難しいんですよ、これが。なかなかしっくりくるようにできないんですよね。まあ、こんな感じかな。はい、まあ、もう少し頑張ってみましょう。はい、ドラムとベースを打ち終わりました。あー疲れたいやー簡単にできるよみたいなところをお見せしたい動画だったんですけども、思いのほか時間をかけてしまいました。最初の方はなかなかうまくいかないなみたいに思ってたんですけども、だんだんやっていくうちに全部いい感じに聞こえてきてしまってですね、なんか何がいいのか何が悪いのかわからなくなってきたので、とりあえず今回はこれで一旦の完成ということにしたいと思います。まあ、プログラミングだけじゃなくてね、音楽の成長とかも配信していけたらな、みたいな、そういう強引な終わり方で大丈夫ですかね。まあ、動画的にもそろそろいい時間になっているんじゃないかなと思います。今回は最後に完成した動画を流しながらお別れにしたいと思いますので、それを聞いて、まあ、こんなんだったら自分の方がうまくできそうだなって思った方は、ぜひ挑戦してみてください。それでは次回もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。